ほんでいつも言ってたけど、まずサッカーを楽しむことと、あと練習でやったこととか、先生してやったこととか、今までやったことちょっと僕出して、もっといろんなのどんどんチャレンジして、こういう場所だからチャレンジできるから、ここでチャレンジできないからもうどこでもチャレンジできない、こんな優しくてかっこいい子っていうの、もっと最初から意識を自分で高く持って練習に取り組むのが、これも今言ったことのうちに入るけど、やっぱり大事ですね。2時間を使えるためにそういう意識を持っていく、ちょっと意識してください。大丈夫ですか？はい、はい、今日の動きはアーツと、すごく今日ボールの持ち方とかすごく良かったし、あとはそれを自分で意識できてるっていうことが、当時はすごく素晴らしいなと思います。
は意識するのはもちろんだけど、言われてないこと、普段で言われてること、今日言ってないことだけど普段言ってることがある、そういうのも意識しなきゃいけない。でそれはみんなが本当に言われないという気持ちがあったら意識できます。大丈夫、はい、はい、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。